Spinner。 こんばんは。本日18時のデイリーブリーフ、フラッシュニュースをお伝えいたします。グローバルニュースを素早くお届けするため、AI を使用したフラッシュニュースの配信を開始しました。デイリーブリーフのフラッシュニュースで最新情報をいち早くキャッチして、ぜひ皆様のビジネスにご活用ください。一つ目のニュースです。リオティント、リチウム企業アルカディウムを6700億円で買収へ。工業大手リオティントが電気自動車市場の需要拡大に対応するため、リチウム採掘企業アルカディウムリチウムを現金67億ドル、約6700億円で買収することに合意しました。リオティントは1株あたり 5.85 ドルを支払う予定で、これは10月4日のアルカディウム株の終値に対して 90% のプレミアムとなります。リオティントの最高経営責任者であるヤコブ・ストースホルムは、この買収によりエネルギー転換に必要な素材を供給するため、当社のアルミニウムや同事業と並んで世界トップクラスのリチウム事業が創出されると述べています。次のニュースです。ボーイング、スト中の技術者組合との賃金交渉案を撤回。アメリカの航空機メーカー、ボーイングは、製造拠点でストライキを続ける技術者組合との賃金交渉案を撤回しました。ボーイングは10月9日、声明で、我々のチームは誠意を持って交渉し、妥協点を乱すために、新たな改善案を提示しましたが、組合は真剣に検討しませんでしたと発表しました。最後のニュースです。イギリスの雇用規則改正、小規模企業に不安を与えると指摘。イギリスで予定されている雇用法の改正について、同国最大のビジネス団体の一つである小企業連盟 FSB の会長マーティン・マクタッグは、経営者と従業員の関係に不安を与えると懸念を示しました。マクタッグは、新しい規則の下では不当解雇の訴えを従業員から受ける可能性が高まり、経営者はリスクを避けるために雇用を控えるだろうと述べています。デイリーブリーフをお聞きいただきありがとうございました。次は明日の朝9時に配信いたします。感想はカタカナでハッシュタグデイリーブリーフとつけて、ぜひ SNS にポストしてください。デイリーブリーフをフォローいただくと、毎朝の配信に加え12時と18時に最新のグローバルニュースが届きます。また明日の朝にお会いしましょう。